Market Scramble。 月曜夜はマーケットスクランブ ル、よー皆さんこんばんは、大橋ロコです。そして今日は林投資研究所の林智之さんです。こんばんは。こんばんは、林です。よろしくお願いいたします。早いものでもう9月です。ですね。なんかいつの間に9月になったんでしょうか。はい、涼しくなっちゃったななんていうふうにも思うんですけれども。あ、でも今日セミ鳴いてましたよ。あ、まだ？まだ。ねえ、いなくなっちゃうと寂しくなりますからね。まだまだ夏は続きます。まだ続きますか。というか、あの今年は蚊に刺されるとえらいことになるなんていうことが、なんかね、はい、大騒ぎしてますね、片っ端から公園を、はい、あの封鎖して、代々木公園とかね、はい、あと新宿とか、はい、デング熱というのが、はい、今株式市場でもちょっと話題で、はい、なんか80何人感染してるとか、はい、そうなんですよね。 でもなんか去年なんか200人超えてたんですよ、ね、逆にね、あのよくデータを見るともっといたみたいな、ね、で全然去年は報道がなかったですよね。なんかおかしいんじゃないかっていうことが言われてますけどもまあちょっとした陰謀論もあるんですけれども、大橋さん大好きですよねまあこれだけでなんか1時間喋っちゃうみたいな。いや、これ話し始めるとね、はい、止まりませんので、止まりませんからやめましょう、はい、そういう陰謀論ではなくて、はい、株式市場では今そのデング熱ということで、はい、フマキラーがね、フマキラー殺虫剤ですよね、根を飛ばしているというようなことで、はい、まあ、あの他にもね、緊張とかそれから無比とか、うん、無比上場してれば買いたいななんていう人もいるのかもしれないですけど、ね、緊張の会社何でしたっけ難しいのね。あ、そうなんですか。なんかほら難しい名前の大日本中菊、大日本かな、緊張じゃないんですね。緊張、あ、でもウェブサイト の URL は緊張ですね。緊張になってるんですね、うん、緊張の夏っていうぐらいですからね。上場してるのではフマキラーとか、はい、アース製薬、はい、こういうのが動いてるみたいですけど、はい、あんまり見てないんですけどねあ、見てないんですか。でもそういうのが動くってことはそれだけ株式市場活況だってことじゃないですか。はい、はい、個別の銘柄いろいろ動いてます、まあ、ね、インデックスで見ると、まあ、今一つね早く今年の高値抜いてくんないかななんていうふうに気もねするんですけれども、あの個別銘柄でやっぱ元気なものはものすごく元気で、いや結構ねいろんなものが動いてますよね、はい、分かりやすい循環もないし、はい、なんかこう乗りにくいところもあるんですけども、はい、動きは十分活発だと思います、はい、そしたらやっぱりここからやっぱりこういろいろと拾っていきたい銘柄もありますありますよね、ということで、はい、株式投資というのは、非常にこう難しいというか、林投資研究所では FAI 投資法といって定位株投資法というのを一つの、ね、はい、手法として、まあ、教えているということなんですが、まあ、安いうちにこう仕込んで高くなったら売るという、まあ、当たり前のことですけど、これがなかなかできないということで、今フマキラのような大きく動いてる銘柄、じゃあ一体どこでこれリグったらいいのみたいな話とか ね、はい、今日はそういったところのね、あのポジションをこうどのように手締まっていくのかという話なんかも聞いていきたいと思います、はい、その前にこの FAI 投資法ですけれども、はい、まあ、いろんな銘柄が今動き出してて面白いのがたくさんあるということですけれども、はい、今どのぐらいの銘柄をこうセレクトして、はいはい、あの注目しているんでしょうか、はい、あの候補として選んでるものは、はい、まあ、結構あるんですけれども、その中からもう買っていこうと、はい、実際に買い銘柄ということで選んでるのが63銘柄あります、はい、林投資研究所が FAI 投資法のルールとして、選定して買いということで注目してが63あると、はいはい、さあ実績の方はいかにですけれども、そのうち20銘柄が、はい、倍になってます。倍？安値からではなくて、はい、選んだところから倍になってます。あ、すごいですね、はい、倍ですか？2倍ですか？2倍です。あ、いいですね。結局こう、はい、実際に例えば100円動いて、はい、どれだけ取れるかって、半分の50円取れたら大成功じゃないですか、はいはいはい、特に大きく上がったものなんかはなかなか半分取れないと。取れないですよ。ということはこうしっかり大きく上がっていくものをこう選んでいかないと、はい、実際になかなか取れないと、
はい、林投資研究所の FAI 投資法、どのような条件で買うのかというのは、まあ、前に応援した、まあ、オンデマンドを見ていただくことにしまして、はい、現在63銘柄選定中20銘柄が倍になっていると。例えばどんな銘柄があるのかちょっとご紹介いただけますか。はい、ごくごく最近ですね、はい、2倍になった、銘柄のこれチャートを持ってきました。はい、これね月足なんですけれども、だから1本が1月ですね。はい、でこれちょっとアップしてもらっていいですか。この矢印のところで選んだんです。はい、矢印の手前でこうキュッと上がってますね。はい、ここで、あ、もう出てきたなと思って、はい、大きく押さないだろうと思って選んだんですよ。はい、でまあ、思ったよりちょっと押しちゃったんですけどね。思ったより押した。ええ、はい、でもこの だから選んだのが295円。はい、でその後まあ200円台前半まであったんですけど、はい、最近でですね600円、このもうちょっと上のところまで行きまして、はい、はい、しっかり2倍になりました。こうやってね、はい、余裕で2倍になるものを選んでいこうと。はい、これまだまだね、上はあるのかなと思いつつ、目先これだけ上がってるとここから買えないでしょ。ここからは買いたくないですよね。でも、うん、持ってたらどうだと。いやでももっとね、ちょっとした違いで前の高値ってまだ上に、ね、だいぶ違うじゃん。そうなんです。ここ、ね、もっともっと上がありますよ。もっとあるのか。もっともっともっといくかもと思うと、よく動く銘柄なんです。はい、だからこう期待するじゃないですか。はい、でもところがそう言って見てるとスルスルっと下がって、はい、ああ売っとけばよかったなとか、はい、常にそういうところで混乱がありますよね。なるほど。今日はまあその辺の手締まいをどう考えていくかっていうのがテーマなんですけれども、はい、今日は手締まいというところを注目していくということなんですが、はい、まあ銘柄の選定のところにちょっとね一回戻っていただきたいんですけれども、はいはいはい、これ前のね放送した時の兆し要線っていうのが出たということですね。そうです、兆し要線です。はい、兆しの後ね大して押さないだろうと思ったら、うん、結構押したんだけどでも崩れないでね、はい、ちゃんと上がってきましたよね。確かにこのねあの注目したところの前の安値は、はい、あのサポートされて、そうなんですよ、はい、ええ、だからこの安値のところはそうですね、下値こう切り上がった格好になってますよね。そうですね、だから十分にあの注目してから、はい、押し目を待って引きつけて買うこともできたということで、はい、まあ、FAI 投資法の兆し要線の定義というのも、まあ、ちょっと復習していただきたいんですが、はい、そうですね、こうやってね、はい、注目度がないところで買ってると非常に楽です。はい、はい、で、買ったらこれが倍になりましたとさということなんですが、じゃあ、 倍になったけれども過去のチャート見るともっともっと高値がある場合、はい、もっと利益を伸ばそうというふうに思って、はい、こう欲が出てくるのが心情なんですが、林さん、そういう時はどういうふうに考えていったらいいんでしょうか。これがものすごく難しいんですよね。はい、キリがないんですよ。80年代にも結構こう選んでみんな成績良かったんですけども、はい、じゃあ倍になるんなら2倍まで持ってようと、はい、持ってた人がいるんですよ。はい、片っ端から2倍になったんですけど、今度ね売れなくなっちゃって、はい、どうしたらいいでしょうと、はい、永遠に上がることはないからどっかで売らなきゃいけないって頭では分かってるんだけども、はい、どうしましょうってことになるんですね。はい、しょうがない、頭でなんかこう考えていくと、はい、基準を作っていくっていうのが必要ですね。2倍っていうのは、はい、イコール天井ではないし、はい、例えばここが天井だっていう水準でね、うんうん、何かこうきちっと計算するとか、はい、なかなかそれできないじゃないですか。はい、人気ですから、はい、だから何かを基準に、そうですね、蹴りをつけていかなきゃいけない。はい、やっぱり口座で利益がこう増えていってる状態っていうのはまだ評価益でしかなくて、ね、自分のキャッシュではないわけですから、まあ、ちゃんとこう身を取っていかないと、はいはい、お金って増えていかないんですよ ね、 そうですよね。はい、そう、でやはりこの手締まうというか利益をまあ取っていくということは、はい、私の中 の、 そのトレードの人生においてまだまあヘラチョコですけれども、損切りより難しいなっていうのが実感です。そうですね、はい、実際損切りの方が、はい、
まだ優しいよねというのがありますよね、はい、っていうのはもうダメなんだから、うん、切るしかないと。そうなんですよね。あの塩漬けに最初ねデビューした頃は塩漬けにしちゃってどん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 損膨らましたこともあったんですが、はい、それじゃダメだっていうのは徹底的にもうルールをもう何パーセント資金に対して何パーセントだったらもう、はい、もうやめるというのをルールにしちゃえば、はいまあ、スパッとできるようになったんですけど、利益を何パーセントっていうふうにですよ、ね、していいのかどうかっていうのがまだ私の中では不明瞭で、だってうまく乗れてるんだからそう粘りたいわけじゃないですか。取れるとこ取りたいし、それはもう相場かんあのやる上で正しいわけですよ。もっと高値が過去にあるんだから行くかもしれないっていうふうにも思うし、取れるんなら取ろうと。そうなんです。取れるとき取っとかないとやられて吐き出すところも必ずありますからね。そうだからそのあたりの、身を取るという手法についてこの後コマーシャルに続いてじっくりとお話伺っていきたいと思います、はい、では一旦コマーシャルです。マーケットスクランブル、今日は林投資研究所の林智之さんに FAI 投資法手仕舞いについて伺っていこうということなんですが、利食いというのはね本当に何を目標にしたらいいのかというのは永遠の私の中のテーマなので、誰にとっても永遠のテーマだと思うんですね、はい、損切りの方が優しいって言ったじゃないですか。そうですそうです。そうなんですね、うん、損切りっていうのはまあね、はい、まあでもこうちょっと辛いとこありますよね、うん、ダメだったっていう泣く泣くですけれどもダメだった宣言みたいな、うん、でも機械的にやるっていうふうにもう徹底してルールを作っちゃうことが可能なんですけど、はい、そうですね、諦めがつきますよね、うん、手仕舞い、あの利食いの手仕舞いは難しいのはこう何ですかね、やっぱり自分の優秀さを証明してくれてるポジションだから、はい、まあ仲良しの恋人も ね、 あね、クリスマスの前に別れちゃうようなもんで、あクリスマスもっと楽しいかもっていうところで、クリスマスのレストランを予約してるのに、うん、最高にうまくいっている恋人と別れるっていうのが、うんうん、まあ上手な利食いですから、これ難しい、それが上手な利食いなんですか、でもさっきのダメダメ宣言と同じで、はい、そういう言葉を当てはめること自体がこうちょっといけないのかなと、あんまり軽く考えてはいけないんだけど重たく考えすぎない方がいいのかなっていうのは一つありますよね。じゃあ FAI 投資法にはこの利食いのルールというか、はいはい、掟というのは存在するんですか。なんとかある、なんとかこれがだから定義しにくいからなかなかね、はい、こうやったら売りましょうっていうのがないんですけれども、はい、まあその中からでも一つですね、はい、ご紹介ください、はい、まあ、3つほど、はい、29項目のルールのうち3つほどこう挙げてきました。29のねいろいろルールがあるんですが、はいはい、まず一番上が、まあ、ルール25、はい、これがね発行株数の 5% 以上の出来高を見せたら4日目に利食いと、はあ、なんかやけにね細かいこと書いてあって、はい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 、実はこれね最近はまあ、デイトレードが増えたので、はい、なかなかこう機能しないところがあるんですが、はい、それ以前はですね、まあ、80年代の上げなんかはもうこれねびっくりするぐらい当たりました。あ、そうなんですか。でどういうことかっていうと、はい、定位株ってほら人気の圏外にあるじゃないですか。もともと定位株は人気がないから定位に沈んでるわけですね。だからこう動きがなくなると出来高が極端に、はい、少なくなるんですね、はい、だから先行性はないし絶対的なものではないんだけれども、うん、結構参考になると、はい、出来高の増減っていう変化が、はい、まあ、若干参考になると、はい、で 5% の出来高って相当なね、はい、大脇内なんですよ、はいはい、で 5% とか今なんか簡単に 10% とかいくことありますけれども、はい、まあ、そうやって大脇内が、はい、まあ、値段が上がって大脇内した時は、はい、やっぱりこうそこからねよしここからとか思うんだけど、
まあ冷静に逃げておこうよっていうことを言ってます。この4日目っていうのがなかなか、まあ、だからこれね渋いですね。今はなかなかそんな風にはいかないんですけど、はい、まあ、要するに大商いでみんなが熱くなったら、はい、あの手を引こうと、これ尻尾くれてやれってやつです。面白いのは価格じゃないんですね。価格じゃないんです。注目してるのが、ただね、はい、1日しか動かないで、まあ 5% できた、はい、なんていうケースが最近はあるわけですよ、はいはいはい。まあ、そういうのはこれに当てはめて考えなくてもいいとは思います。はい、じわじわじわっときて、はい、ビューンときて、はい、商いがものすごく増えたと、うん、そこから無理に取りに行かないで逃げることを考えようっていうのが一つ。みんながこう群がってきたときは、もう自分はもうとっとと身をこう思いで逃げるときだよということを言ってるわけですね。その代わりだから値動きをしっかり見ながら、はい、安いところで早めに仕込んでおくということですね。わかりました。あとはですね、この真ん中のルール、これまあメインはですね、一株純資産の増加ってことを言ってるわけです、はい、要するにこう株価が大して動いてないのに、まあ、会社が利益をどんどんですね、はいはい、出して、一株当たり純資産、はい、これが積み上がってって増えてきたと、はい、で3期連続は絶好とありますけれども、はい、やはりこういうのはですね注目に値するんですよ、はい、後からちゃんと評価されてくるよと、うん、ところがその時に、はい、もうすでに3連続陽線なので上げていれば、はい、売ろうと。あ、でこの3連続陽線というのがね、一つ、はい、まあまあ、なんとかキーワードになるのかな。はい、そうですね、まあ、この前の、買い3連続、3期連続増加は絶好というのは買いのルールですもんね。で、そうですね、この正しの後が手仕舞いの目安ということを言ってるわけですよね。だからはっきりしないところはあるんですけども、うん、はい、非常に実践的なことを言ってくれてるわけです、ね、この3連続っていうのは月足3本、月足でだから3ヶ月ですよね。3ヶ月ということになるんですか。ところがね、はい、3ヶ月上がったら必ず終わるわけでもないし、はいはい、空売りして儲かるよってことでもないし、これがどの銘柄も絶対にこの通りになるわけではないと。だって大化けするのは5本10本続いて上がっていくわけじゃないですか。そうなんですよ。ただ3本ってこう一つのまあ、イメージというかですね、うんうん、まあ、大元のこう基準みたいな目安としては、はい、頭に入れといていいと思います。スッスッと来て、はい、ビューンと来たら、はい、まあ最後のとこ分かんないけど、まあ、逃げとこうよ、はい、確実に手仕舞いして、はい、あの利益を確定しておこうよ、はい、っていうことですね。はい、はい、ということでこれも面白いのは価格ではなく、そうですね、まあ、月足3本ということで、まあ、どちらかというとその時間的な軸のことを言っているということですよね。はい、やはりこう縦と横でチャートですから見ていきたいわけですね。はい、もう一つこれ最後のルール、はい、これ月足のロウソク足での話ですけども、はい、陰線の両抜きが出たら、まあ、あるいは出そうでも、うん、一旦利食いと。何ですかこの陰線の両抜きって。両抜きがね、さっき の、 あのチャートの中にありましたよね。ですね、どこでした？このさっきの東京鉄鋼の、あ、例えばこれ。はい、見えますか？この線、皆さん、はい、ズームしていただきました。はい、あ、このなるほど。陽線の後に陰線がこう被っちゃって、はい。だからこうなってからでもいいから売ろうと。はい、まあ、できたらこうなりそうだっていう雰囲気の時に、うん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 、こういう風になったらしばらく下げちゃうから、うんうん、売ろうと。ちょっと遅れちゃうけどそれでもいいから売ろうと、はい、その手前の勢いのある時にあの、はい、手仕舞いするのがもっといいわけですけどね。はい、じゃあ、まあ、こんなようないろいろですね。これはまあポイントになるのはあるんだけど、うん、カチッとですね、はい、システマティックに進めるようなルールってのはなかなか作れない。はい、ですよ。その例えばね、その倍になってる銘柄が今20銘柄ぐらいあるということで、はい、倍になったからじゃあリグオーかっていうふうにはなかなか思えないもんですから、はい、まあ、価格でっていうのは、ね、果てしない欲求があるということ で、ね、銘柄によってその価格も全然違ってくるというんで、はい、価格ではなくむしろこの時間軸というところに焦点を当てているというのが、はい、そうですね、はい、これはあの時間というのはすごく大事なんですよ。はい、全部ね時間に置き換えて考えると非常に分かるし、はい、で時間というと普段我々が生活しているリズムってあるんですよね、はいはい、
月曜日から金曜日まで仕事をして土日休むとか。金曜の午後ぐらいからウキウキしますね、朝7時ウキウキして、いや今日もだいぶこれから予定があるんじゃないですか今日でも月曜日だから、まだこう厳粛な気持ちで、はい、おりますよ、はい、人によって違うわけです。違いますけど、リズムがありますね。リズムってね、ありますね。それね、はい、普段の生活の、リズム、そういったものと相場をですね、比べていったら非常に簡単じゃないかと、でこういうのを作ってきました。これ見てください、手仕舞いは時間で考えろというふうに書いてますね。どういうことですかね。これね、まずちょっとこう、時間になったら家に帰るんです。まあ普通はそうですね。帰りますよね、もうちょっと終電までにはね、たどり着かないと。なんかね、これだけちょっとすみません、見てるとね、すごくバカみたいなんですけど真面目なんです。真面目に帰るね、目的地では電車を降りる、週末は仕事を休むと、なんかこう普通にやってることですよ、皆さん。当たり前なんです、どういうことかというと、時間になったら家に帰る、例えばパーティーに出かけました、楽しくても、楽しくなくても、ちゃんと家帰んなきゃいけないです。まあそうですね、買った株が上がらなくても、上がっても、時間で一旦手仕舞いする。お、そういうこと言いたかったんですね。そういうこと言いたかったんです。なるほど、わかりました。大丈夫ですかね、これ。このフリップ出た途端にもう見なくなっちゃった人がいるんじゃないですか大丈夫ですか。手仕舞わないとダメだってこと言ってるのね。そういうこと、時間で手仕舞う、これすごく分かりやすいです。だから上がるっていうのは、例えばね、もうどんだけ時間かかってもいいんじゃなくて、例えば半年間でこういう上がり方するとか、3ヶ月間でこういう上がり方するとか、もうちょっと短期の人だったら1週間でこんな上がり方する、あるいは今日のザラ場でこう上がるとか、スキャルピングとかやる人はね、必ずね、時間で設定してるはずなんです。午前中のうちに蹴りつけるとかね。それをね、忘れちゃうからいけないんです。その自分の立てた戦略通りの時間で手仕舞いをするっていうのが、時間になったら家に帰るんです、飲みに行ったら楽しいんですね、今日はもっと痛いんですけど、ちゃんと家に帰ろうと、今日は朝までなんて言うとろくなことないね、まあでもね、朝までもギリギリ OK じゃないですか。そうか、酒臭いまま会社行けばいいですか。そうか、ギリギリね。また切り替えて違うことしなきゃいけないわけですね。絶対のそこをこう、まあ、限度があるじゃないですか、相場の場合ないわけですよ。これは3日勝負だって言って10年持ってても誰からも咎められない。だから自分で決めていかなきゃいけない。電車降りるってのは例えばどういうこと。いや、電車っていうのは、これね、相場って、例えばスポーツなんかだったら自分の力でこうバーンとやるわけです。球を飛ば、野球でね、球を打つのも、投げるのも、でもやっぱりこう相場の場合は自分で頑張って値段を上げるんじゃなくて、株価が勝手に上がったり下がったりする。なるほど。自分乗ってるだけだから。株は電車みたいなもので、それに乗っている自分が、乗ってる自分がいる。でちゃんと降りないと、要するに手仕舞わないと、あかんよってこと。いつまでも乗ってると車庫に入っちゃったり、折り返して逆行っちゃったりするんで、降りましょうってことです。で週末仕事を休む。売るべし買うべし休むべしと、やっぱりね、ポジションない状態で頭冷やすと、リグっても損切りしても頭冷やすっていうのが必要。売らないと次に買えないっていうのはどういうこと。資金って決まってるわけじゃないですか、はい、お店のこの開店資金と同じで、お客さんがいっぱい買いに来たからって売らないで売り惜しみしてたら、お店潰れます、その時売れる値段でお客さんに売って、現金を手にして次のものを仕入れてこないといけない。株も同じですね、売れる時に売って人気があるうちに、みんながもっともっとって言って群がってる時に売って、でまた違うものを買わなきゃしょうがないってことですね。これから良くなるものをまたゆっくり探しに行かなきゃいけない、そういうふうに考えたらいいと、普段やってることをそのまま当てはめれば、意外と行動ってね、
コントロールできるんじゃないですかっていうお話です。なるほど、はい、あの値段だけであの手仕舞いというのを考えるんではなくて、その時間軸ということを考えると、まあ、いつかは出なきゃいけないということ で、 そうです、ね、ちょっと分かってくるかな、見えてくることがあるかな、はい、ということですね、はい、ではここでコマーシャルです。さて今日は林投資研究所林智之さんに FAI 投資法の手仕舞いのルールについてお話伺ったんですが、まあ、FAI 投資法では今63銘柄の買い選定銘柄があるとのうち20銘柄が倍になってますよなんてね、はい、お話があるんですが、それはあの研究部の開放にちゃんと書かれていますので、ぜひね開放手に取ってご覧いただきたいなというふうに思うんですが、はい、セミナーなんかでもそのいろいろなルールを教えてくれるんですよね、はい、まあ、今やってるセミナーですね、はい、まあ、まずは9月の27日9月27、はいはい、土曜日 PRM という、ほう、まあ、これはセミナーって言って私が一方的に喋るんではなくてですね、はい、皆さんに考えていただくと、さっき言ったようなルール、はい、なかなか分かっても実行できないじゃないですか、まあ、その辺をどういうふうにつなげていったらいいのか、はい、こういうことをですねがっつり考えてもらうですね、はい、まあ、技術と、はい、それからメンタル、はい、きちんとつなげるためのプログラムです。はい、はい、PRM ということで、はい、まあ、まあ、いろいろこうポジションのマネジメントするために自分で考えましょうというようなことをやってくれるということですね、はい、全部ね自分で考えて進んでいかなきゃいけないので、ね、まあね、教わるだけじゃ、ね、実行できなかったりしますからね、誰もなかなか背中を押してくれないんで、はい、はい、そして10月にやるのは中堅線セミナーということですね、はい、中堅線はもう好評で、はい、今度10回目です。中堅線縦玉法というね、あのこの番組でも何度か取り上げて放送しましたけれども、はい、もう10回目になるんですね、はい、10月25日土曜日中堅線縦玉法のセミナーもありますので、ぜひ、こちらも足運んでください、はい、研究、まあ、とりあえずですね、はい、まあ、よくわからないという方は、うん、まあ、うちのサイトから、はい、あの資料請求してください。はい、はい、なんかこのサイトもリニューアルするということで、番組のサイトがリニューアルなんですね、まずね、はい、マーケットスクランブルのサイトが今日リニューアルされました、はい、今日なんです。私午前中見た時は前のままだったんですけど、はい、お昼ぐらいから、ね、今日のね11時ぐらいぐらいに新しくなったんだそうです。はい、はい、ぜひね新しい、ウェブサイトをご覧いただきたいんですが、いろいろと今日ご紹介しました、中堅線セミナーはこの中堅線縦玉法というとバナーをねご用意してますので、はい、そちらクリックしていただいて、PRM の、バナーというのもありますから、セミナーのバナーはそこをクリックしていただいて、資料請求のバナーもあるんですよね。はい、はい、そしてその辺は、あ、それはね、うん、林投資研究所のサイトです、ね、あ、こっちは林投資研究所のサイトか、今度はあの分かりやすくですね、マーケットスクランブルの方にもあの載せるようにしましょう。載せて、載せて、はい、じゃあマーケットスクランブルのホームページは新しくなりました。そこから林投資研究所のところに飛んでいただけると、はい、資料請求とか部開放とかセミナーのバナーがあるので、はい、そこから申し込んでくださいということですね。そもそもマーケットスクランブルの新しいサイト、はい、情報満載ですから、はい、なんかあのブログがたくさん、いろんな人のブログが今集まってます、はいはい、で、あのご登録いただくと特典があるそうですね。そうです、はい、まあ、この新しくなったウェブサイトにご登録いただくと、なんか特別動画を見られるということと、それからウィークリーレポートを、はいはい、毎週配信するのが見られると、それから、出演陣の講師に直接質問することができるという特権など、はい、いろいろ盛りだくさんなの でギャラリーのページもありますしね、なんかオフショットとかもあるんだ、うん、大橋さんの写真もいっぱい載ってます、はい、
この間 のスイカ割りの写真水着か水着の写真水着ですかそれみたいな。それはねなかったかもしれません、ね、ないいろいろあります、はい、いろいろあのギャラリーのページなんかもありまして、新しくなったマーケットスクランブルホームページもぜひご覧いただきたいと思います。さあ今日は林投資研究所の林智之さんと一緒にお送りしました。林さん今日はどうもありがとうございました。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。